はい、おはようございます。いやー、あんまり気持ちがよくって、天気やったんで、やっぱり歩いていこうと思ってね、今日も散歩しながら、出勤しましょうかね。いや、めっちゃええ天気でよ、気持ちええんやけん、今日は最高の天気でございます。4月のですね、15日、4月の15日、木曜日ですかね、4日勤目ということで、今週はですね、月から金曜日、公務員さんが働く勤務帯でですね、勤務が繰られておりましたので、週5日で働いておりますが、まあ、当たり前な勤務長いけども、まあ、我々医療系にとってはですね、なかなかこの5日勤がしんどいとやっぱり3日に1回とか4日に3日2日に1回ぐらいでね、まあ、休みが、まあ、来られているのが、まあ、僕らの勤務形態でして、まあ、土日そのまま、その代わりに出勤しないといけませんけども、まあ、2、3日1回休みの勤務形態になってしまうとね、この公務員さんのこの5日の勤務がしんどいこと、しんどいことねあのね、木曜日の朝、今日ですね、実際の、4日目やから楽勝やとかってね思うんですよ。だいたい4日目の朝ってね、ああこのまま行ったらもう一気に行けるわ思うけど、木曜日の午後午後の4時ぐらいになって、ああ4日目終わった、マジあと1日あるの言っていう感じで、木曜日4日目の夕方に膝からがっくり崩れ落ちるような疲労があるのが、まあ常でございます。そんな4日目の朝でございますね。まあまあ、疲れを予測するっていうのも一つ大切なことかなと思ってね、自分のペース配分を考える上ではね、午前中はちょっと力を蓄えておくみたいな働き方もいいのかなと思います。さあ、それでは行っていきましょう。のどかな田園風景という感じでございましょうか。コメントをいただきまして誠にありがとうございます。この前のですね、自転車動画、気に入っていただきましたでしょうか。何かの方がね、初コメという感じで、コメントいただきましてありがとうございます。漫画のような景色で素晴らしいですというようなことでございますけども、漫画、あれだね、夏アニメというやつでしょうかね、何ていうかしょうかね、あれってね、胸が熱くなる、一コマみたいな感じで、よくね、男子高校生、女子高校生とかがこう田んぼのあぜ道を歩きながら後ろからこう背景を撮るみたいな感じの、ああいうね、漫画の一面みたいなね、そんなところでしょうかね。そうですね、都会の方たちとか、子供の時、高校の時に行ったじいちゃんばあちゃん家の景色が思い起こされて胸を焦がすみたいなね、そんな、風景でございましょうかね。僕らにとってはもう毎日見る日常なので、まあどうしてこれが胸が熱くなるんだろうみたいなね、そんな映像ですけども、まあ、見る人によってはですね、胸を熱くするというような景色でありましょうかね。はい、まあいつもの通りの四万十市の出勤風景ですけどもね、よいしょと、まだもやこれ逆光なんですけども、今日は久しぶりに DJI ポケットがですね、映像を撮っていこうかなと思っております。よいしょと、まあしかし8時18分なのでまあさほどゆっくりもできない時間帯ではありますけども、はい、いつも通りの道をですね歩いてみようかなと思います。このぐらいかな、このぐらいか。さて、そんなわけで4月もね中旬に近づいておりますけども、結構四万十市の方はそうですね、近隣の地区がやっぱりどうしても、新型コロナウイルスの感染症の方々が増えているということで、なかなか外食ができなくなってきているようなね現状でございます。まだ中村の方は感染者はそれほど出てなくて、クラスターも発生してないんですけども、もう本当に上辺、あっちの方、宇和島とかあっちの方はもうどんどんクラスターが発生しているということなので、これからゴールデンウィークもあるということで、県外のお客さんもこれから増えるということでね、サンリバーとかあっちの方はね、できるだけ
控えて、スシローとかね、ああいう人が集まって飯食うみたいなところではできるだけ、行かないようにしているわけですね。あ、今日もいつものクリーム玄米ブランを。朝飯ね、いつもね7時半ぐらいに食べるから、出勤の8時過ぎぐらいになるとね、ちょっとまた小腹が空いてくるんで、第2弾朝飯食べております。あ、ウグイスとか鳴くよね、今4月、1月とか1月からまあ3月4月ぐらいにかけてはなんかヤブがあったらね、この木の大きなヤブがあったら大体そこでウグイスが鳴いておりますね。あ、シリが反応した。まあこんな感じでしょうかね、皆さんね。4月なので新しい職場になったみたいなね、人らもおるんではないでしょうかね。子供も1年学年が上がったという感じで、やっとなんとなくね、下の子供がね、まあ割とスムーズに保育園に行ってくれるようにはなったんですけど、まあムラがあったりして大変でございますね。毎回ね、朝は忙しいですね。で最近は子供をおんぶしておんぶして走るっていうのが子供のマイブームのようでして、今日もねおんぶして朝から走ってきました。もちゃもちゃ腰がなんか変な、なんかどっかの関節がちょっと緩んだような感じがします。あれなんだろうね、あの腰が痛くなる経験がある人は分かると思うんですけど、腰が痛くなる前ってなんか前兆があってね、なんかねどっかの関節がこう緩んで、こう普段動かんようなところが動きような感じですね。なんだろうね、あれ仙腸関節とかその辺の関節やろうかね、仙骨から腰椎にかけてどっかのどっかの関節がねちょっと緩んでんのよ。動きすぎよね、普段動かんようなストレスがこう力が発生したからさ、おいおいちょっと待てみたいな感じの聞いてないでそんな動きみたいなことで関節がちょっと緩んで、その緩みがなんかこう腰痛を発生させるような感じがしますけども、どうでしょうかね今日は。DJI ポケット2による、逆光の散歩動画ですけどもね、超お手軽なのでね、マイクもこれ1個やからね、これにピンマイクをつけて録音してるのでめちゃめちゃ楽です。だんだん緑が濃くなってきましたね。あ、いいなって見える。遍路さんがあの下を歩いてますね。ええ風景やね、あれね。お遍路さん、ここからずっと歩いていって、土佐清水の方まで行くんやね、金光福寺。どのぐらいかかるよね、車で40分、車で1時間だから、歩くスピードってどのぐらい、1キロ、1キロ4分どのぐらいか、1時間に大体4キロぐらい歩くから、時速4キロ10分の1、14分の1ぐらい、10倍、約10倍、4時間プラス2時間、6時間もう半日かけて歩くねとりあえずね、5時間6時間かかるんじゃないかな。大変だ、昼過ぎに着くぐらいの感じで、けど俺好きなんよね、歩いていくっていうの、もう膝と股関節がもう痛くなるけど、若い時は歩いたな、いっぱい、なんか大阪とか京都行ってね、
歩くのが好きで、京都はむちゃくちゃ歩いたな。もう一日ずっと歩いてた。もう全然痛くならんかった、膝も腰も。もう全然苦じゃなかったね、歩くの。ああいう街をね歩くの好きで、特に路地が好きでね、ちっちゃな路地を歩いて、この辺の人らはどんな生活しようがやろうかとか想像しながらね歩くのが大好きでしたね。今でも好きですけどね、暇と、まあ、感染症とかなければ京都で行ってね、なんてことない路地を歩きたいなと思ってるんですけども楽しいやろな、大阪と京都と神戸をよう歩いた。一日ほんま一日歩いた。靴がむちゃくちゃすり減って、さすがに筋肉痛になりったけどね。歩く時の筋肉痛ってやっぱ腸腰筋ってね、股関節、あの鼠径部の前の筋肉と、あの前頸骨筋言うてね、あの向こうずねの筋肉、これがむちゃむちゃ筋肉痛になるかな。この感じいろいろ海外旅行もしたいなとか思いながらね、遍路さんを見て思いました。はい、もう板取りももう取られたかな。もう大きくなってきたかな、ヒタンボは。もう暑いわ、だいぶ。もう4月の中旬、朝と夜は寒いけど、もう日中はもう暑いぐらいですね。これから散歩動画撮るのは大変だな、汗だくになって歩かないかんけど、まあそれがいいんですけどもね。まあ、あとは熱問題ね、熱暴走でね、やっぱり炎天下の中歩くとカメラがオーバーヒートしてしまうような状況もあるので、その辺も要注意かな。なんか工夫せんといかんな。100円ショップとかでさ、あのカクテルに刺すよ、カクテルのこの瓶とかに刺すよ、パラソルあるじゃん、こんなあのパラソルをちょっとカメラのところを置くっていう、カメラのところへね、なんかこうなんかテープかなんかで固定して、カメラ用の日傘みたいな、そんなんもやってもいいかもしれないですね。あんまり効果ないかな直射日光は作成でそうですけどもね。また柏島とか行きたいな。あ、鵜来島、鵜来島に行きたい。世界ふれあい街歩きみたいに乗り物からスタートみたいな、やりたいな。ふれあい街歩きって大好きでね、番組があってね、あの NHK の衛星放送かな、タラララララタラララララララっていうね、あれがね、だいたい電車とか、ああいう乗り物系ポン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 っていうね、船に乗ってね、スタートするわけなんですね。今日は、ドイツのルクセンブルクから始まっておりますみたいな感じでね本当、世界ふれあい街歩きみたいなね、あんな感じに撮りたいなと思うんですけどもねまあそんなんでね、うぐるしま歩くとこあるのかな、うぐるしまって本当になんか小学校の時行った時は斜面に家がだん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 って立っちゃって、もうそのぐらいしか俺知らんくって、その辺りね、だから家の周りをぐるっと歩いて歩くが終わりみたいな感じになりそうですけども、まあ水着持ってなんか海に入れたらいいなとか思いながら、はい、サーフィンもちょっとまたやりたいな。肩もだいぶ上がってきたので海にも入れそうな感じがしますけどね。暑っ、暑なってきたわ。はい、こんな感じで、
田園風景でございますね。ね、綺麗な田園風景が見えております。あら、いいんじゃないですか、こんな感じ。あのアニメのワンシーンにあるようなそんな風景でございますね。消失点を3分の1あたりに持ってくるといいんではないでしょうか、ね、あの道の行き先がちょうど画面の3分の1のところへ来るように3分割法で捉えると絵になりそうな感じがします。あるいはもうそのまま画面の中央にそのまま持ってくるとかね、もしくは田んぼ。ああ、本当水が張りましたね。はい、田んぼです。ウグイスが鳴いてますね。素晴らしい。すごい散歩というかすごい出勤の道でしょう。さっき人と すれ違いそうになったけど、まあ、基本的には人とすれ違うことなくですね、出勤できて、しかも鳥の声も聞けるというね、素晴らしい環境ですね。若い時はね、都会がええとかって思ってね、街が立ち並ぶところを夢見てね、まあ高知に就職したわけなんですけども、まあ確かに田舎の良さもあるし、田舎のつまらなさもあるんやけどね、まあこんな感じ、出勤するときはすごいいいですね、のどかって、すごいいいですね。この辺にしましょうかね。また昼間午後ね、天気いいし帰りにまた撮れるんじゃないかなと思います。今日は桜じゃないけど花も綺麗に咲いております。はい、そんなわけでございました。また午後の部撮ります。じゃあひとまずここで終わります。はい、木曜日、魔の木曜日、午後の部は終わりました。仕事終わりました。いや本当魔の木曜日はね、やっぱり木曜日の午後はちょっと疲れが出始める、時間帯なのかなという感じですけども、おかげさまで天気もいいしさほど疲労もない感じですね。また明日一日頑張れそうな感じがします。なんか今週はあっという間やったな。なんか今週はあっという間で、まあいろいろ、はい、暗号資産がですね、なかなか面白いなという感じで、利益が出ちゃってね、すごいよね。またまたお金の話してるとか言われそうですけども、いやーすげえわ皆さん。いやーこのタイミングっていろいろあるんやね。ね、やっぱり、知識はいろいろ必要やなと思いましたね。まあそんなんで、まあ、懐はあったかいなという感じですけども。はい、まあ、あとは税金がねかからんようにうまいことやっていかなきゃいけませんね。はい、暗号資産は20万までやったら雑所得としてね、20万までやったらね、あ、全部合わせて20万、 YouTube の広告収入とかも合わせて20万超えたらアウトなんだけど、まあ、今のところチャンネル登録者数は、1000人超えてないのでまだ発生してないんですけどもね、一応暗号資産も合わせて合計20万までの雑所得だったら
非課税ですぜということでね、20万超えちゃうと確定申告しなきゃいけないということで、なかなか暗号資産のね、あの仮想通貨の、確定申告はかなり面倒くさい計算になるので、極力確定申告は避けたいなという感じですけどもね。もうあれだね、あの結構稼ぎがある人はあのプロに任すっていうのもあるかもしれんね。インターネットの、 あの e-tax とかそんなんと、あとインターネットのサイトで、自動でね損益を計算してくれるようなところもありますので、そんなが利用していくのもいいのかなと思うんですけどね。いやいやいや、30万があっという間に増えますよ、ね、全部で俺なんぼ突っ込んだんかな。一応まあ使わん貯金がまあ150万ぐらいあったので、まあ、それをちょっと仮想通貨の方に、当てますとですね、180万ぐらいに含み益がありまして、30万増えちゃったという感じでございますね、はい、すごいね、だからね、嫁さんの口座とか使うてよ、ビットコインとかリップルとかあの辺適当に50万ぐらい買うちょって、でプラス20万になったら19万ぐらい含み益が出たところで、はい全部ポン売ったら、それ非課税でプラス19万やもんね。恐ろしい世界やね。それでもいいけどね、嫁さんに教えてね、お小遣い19万、素晴らしい。こんな感じで、なんかね田んぼがすごい、綺麗な反射が素晴らしいですね。でもほとんどこれ色が見えないんじゃないかな。ほとんど色が見えんね。やっぱりダイナミックレンジがやっぱりちょっと低いんかな。むしろあるのかな。ねえ。よいしょ。だから。よりこの空の色の方が出ちゃう感じやね。ただこの山の影は真っ黒という感じなのでね、このダイナミックレンジがよりあるカメラだと明るいところも明るく映せて、で暗いところも色が乗って、映せるというところですけどね。やっぱりセンサーサイズがちっちゃい分情報があんまり多く取り込めないというところですね。あ、気持ちいいね、田舎の風景という感じでございますね、夕方のサイレンが鳴って、夕日が沈むという感じですね。やっぱりこう夕方映像を撮るとなかなかエモい瞬間がたくさん撮れますね。この照り返しのカヤとかすごいいいんじゃないかな。あら、いいね。この辺まで下げると、草の色が見えるかな。太陽が見えちゃうと全体がガーッと下がる感じですね。シリが反応した。そうなんですねってシリが反応しましたけど、そうなんですよ。太陽が映っちゃうと他の色が真っ暗になっちゃうというね。そういう感じです。結構歩く人も多いし、はい、たくさんの方が、たくさん 2,3 人の人が、まあ、散歩したり、サイクリングしたりしてますね。犬の散歩したりね、してますね。明日も仕事で、ね、土曜日休みの、月曜日休みかな、確か。なんかそろそろサーフィンも行ってみたい気もするけどもね。もう1年行ってないけん、もうサーフィンももう波に乗れんやろうね、きっと。用途せんなっちゃうと思うな。またあれ、サーフィンするがにカメラ持って入ったらむちゃくちゃ上手い人に思われるけんね。
あれなんか自分の槍ヨガを撮る人らってもうほんまセミプロとかプロの人らっていう意識があるから、みんなうわカメラ持ったあいつ槍ヨガ相当うまいがやないかとかって後追いかけられたりするからねGoPro 持って入るのは本当に人が少ない時に GoPro 持って入るみたいなね、そんな感じで行きたいですけども、はい、月曜日か入ってもいいけどな、まあ、ちょっと検討中ですね。もうどこにも行けんしね、もうなんかもう自分で遊ぶぐらいしかないよね。どっか食べに行くとかそんな撮影ももうできんからな、うん、とうとううちの病院でもあのワクチンを打つようになりまして、僕も21やったかな、4月の21あたりに打ちます。どうやらやっぱり熱発する人が多いみたいで、副反応症状としてね、解熱剤を渡されました解熱剤渡すから熱が出ても仕事しろよっていうそういう釘の刺され方をしたような、感じもしますけども、はい、まあ熱8度か出たらもうしょうがないよね、仕事できんよねさすがに8度ぐらい熱が出てカロナール飲んで仕事できるんかな、7度5分ぐらいには下がるだろうけど、しんどいろうね、どうやろうね、ほんま嫌やな。あれ1回目じゃなくて2回目で発熱する確率がすごく高いとかって、過半数の人が、熱発するんでしょあれね。まだまだそのワクチンの安全性とかもどうなんやみたいなところもあるしね、賛否両論ありますけども、まあしょうがないですねこれはね、まあ医療系の宿命というか、はい、まあ打つしかないですね。ああ夕日が綺麗だね、いい景色。よいしょ、そんなんで、あやべ、これマイクをちょっと適当なとこやってたらひょっとしたらモコモコ音がしてたのかもしれない。体の散歩、あの足が地面につくドンドンドンという衝撃のともにひょっとしたらマイクの音が衝撃が入ってるのかもしれません。うん、あ今日はお迎え行って、そうですね、あの自転車動画の書き出しをして、それで YouTube アップして金曜日に、YouTube 動画公開と。これからこの動画はおそらく日曜日あたりに出せるのかなという感じやね。あなんか大きい鳥がいますよあそこ、あ飛んでた、見えるかな、全然見えない俺、超でっかい。はい、そんなんでね今日も一日終わりまして、最後までご視聴ありがとうございました。また休みの日月曜日ねどっか行きますんで、またよろしくお願いします、そんなわけでございました。はい、またの機会にお会いしましょう。さよなら。